来年度の政府予算の概算要求基準が固まりました。年金や医療費の伸びは6700億円認める一方、公共事業や補助金などの経費は1割削減します。しかし要求総額は2年連続で100兆円を超える見通しです。来年度予算は高齢化により増え続ける社会保障費の伸びをどこまで抑えられるかが最大の焦点です。概算要求では社会保障費について6700億円の増加をそのまま認めます。ただ先月決定された政府の方針では財政を健全化するための伸びの目安を5000億円としていて、まだ1700億円の開きがあります。しかし来年の参議院選挙に配慮して財務省からは社会保障を切るのは厳しいのではという声も上がっています。一方4兆円規模の特別枠は女性や高齢者の社会進出やロボットの活用など経済成長につながる分野へ予算を重点的に配分する狙いがあります。また人件費にも切り込みたい考えですが、最終的にどこまで歳出を抑えられるかは不透明です。概算要求基準は午後の経済財政諮問会議で取りまとめられ、明日閣議了解される見通しです。